こんにちは、ブルーホースです。ということで本日もやってまいりましょう。100年目に全財産を失って破産する社長、ブルーホースやってまいりたいと思います。桃鉄、平成、昭和、令和。めちゃくちゃですね。平成と昭和の順番が逆だったね。で、こう、どんどんね、ゴリ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 近づいてきてるんですよ。ということで、ゴリゴリ近づかれていく前に、さっさとゴールしたんだけど、未だにね、スペシャルカードとかそういうのが手に入ってないから、ゴールすることがなかなか難しいっていう状況に追い込まれているんですよね。はい。ということで、収益を上げることもできない中で、物件がうるつおーおーおーやった、廃藩置県さあということで、さよなら陽気日、バイバイ、今いる県から、どうせなら福岡県まで飛んでってください。なんだよ隣に山梨県じゃねえか、意味ねえじゃねえかさあということで、ま一旦目からドーンゴール、もう分かってた、ありがとうございます。ということで、何回もね、デストロイされたこの物件をね、改めて買い直していこうかなというふうに思います。でね、去年に関してはですね、残念ながら、ちょっと200億をまとめて失うという大悲惨なことが起こってしまいましたんで、ちょっと次そうならないよ、そうなっても大丈夫なのに、もっと資産を貯めていきたいと思います。ということで、物件を買いあさっていきたいと思います。青森か。ということで、日田市中に泊まりました。まとめて買いましょう。わーお、めちゃめちゃ買うことができますやんということなんだけど、総合電機メーカー、ケーズ電機をギリギリ買うことができないんだけど、もう手に入ったお金はボコボコ使っていきましょうね。もう200億を失った、200億を取り戻すためには、やっぱ物件を買ってどんどん貯めていかなきゃいけないって、そういう運命にありますからね。はい。持ってる時にお金はどんどん突き込んでいきましょう。わー、さすが買い物上手で。1億の 100%! さすが松茸、すごいですね。その収益があるんだったらもう最高かもしれない。1億が丸々年間で入ってくるってことは、結構な、ね、お小遣いになりますよね。うん、もう1億程度だったら、もうこの僕の世界だったら、もうただのお小遣いっていう感じですよ。ということで、22マスありますんで、容赦なくですね、これ物件扉近づいてった方がいいかもしれない。物件と125件ありますぞ。そうですよ、40億もありますからな。さあ、8カ所です。では、5までって言いますから、10来でも、ああ、いいですね。金木金木金土木日月火水木金土日月火。オッケー。ということで、まとめて買いましょう。ちん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 。車用ってことは、あれ太宰治がここにいるのか。ということは、太宰治出てくるんじゃないか、次のターン。おぉ、人間失格。私、ちなみに、太宰治と誕生日が一緒なんですよね。うん。で、太宰治って、確か6月の13日か14日かに、受水自殺したっていう、記録があるんですけど、死体が見つかったのが6月19日だったかな、確か。だから、生まれた日もね、亡くなったのが確認された日も一緒っていうね。なんか すごい、こう、なんか、数字的にいいのかどうかわからないっていう、ちょっと微妙なネタなんですけれども、なんか、確か一応そんな、事情があった気がする。ということで、はい、早速、借金生活。マックス出しやがった、すげえな。はい、ドゥルドゥル。あ、違う、もともと借金してたから意味ねえのか。ということで、カードは、持ってないので、サイコロで5を出します。はい、おめでとうございます。1。はい、五所川原買いましょう。五所川原まとめて買いましょう。おー、いいですねー。ちゃ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 、あ、何も、あれ、社員ってなったから、太宰治が出てくるのかなと思って、太宰治出てくるのいいのかよ。くそ、お前、ほんと失格だな。ということで、うわ、また今度、なんか自分が買える物件いったら、あそこ金持ってなかったんだっけ。いや、金は持ってるはずだよな。ところで、それでもやっぱり、あなたはお金が稼ぎたいんですね。カードとか出したら、あ、でも、あれだね。宝くじで、あ、しかも2とか出しやすくなってるからいいんじゃないか。宝くじで一攫千金狙っていきましょうよって。もうなんか一個ずつじわじわ進んでいくって感じですね。うわ、プリン工場8000万はいいですね。てかね、まあ買えるだけのコートを買っていきましょう。これなんていうの、極黄身、え、じゃあ、竹、あれなんとか竹みたいなの、竹かな。晴天の霹靂って、そういうのにお米か何かがあるのかな。ちょっと、僕はあまりお米事情に詳しくないので、コシヒカリがいいと思ってるんで、特に被害額大きいようです。え、ちょっと待って、やめて。マジかよ、鹿児島。どんな状況なのか、ヤシャ姫さん。こんなこと起こるの、いやー。もうお尻見えてるって。右の判決見えてんだよ。JR 運行中止、不要不急の外出は控えてください。ちょっと待って、これでどうなる？俺何本取られる？鹿児島取られて、宮崎、せ、うん？竹だー。マジか、うわ、中津から揚げ、どうぞ。西日本とは、記録的な物件数と、はい、お願いします。6都市22件、陽気比、また借金生活じゃん。売る物件ありませんよ、ということで、陽気比、はい、4。売ります、買います。フル本市場、ちょっと待ってね。ちょっとパーセンテージが少ないところからじわじわ売っていこう。室蘭、あ、ちょっとあれ、ちょ、50% とかも、いいです。ちょ、あ、そっか。え？
違う。そうなんだよな、 25% だけど独占してるからでかいんだよ。独占してるところはちょっと別のところで、でも40億もあるからさ、こんなんさちょっとずつ売ったところであれなんだよね、微妙なんだよね。まあいや、あとこれ250万だよね。500万の 100% だったら、あでも 100% やっぱ返ってきてほしいから 80%。 あここら辺、あ青森せっかくさっき買ったところだったのにな、俺のお稲荷さんも食べさせてあげるか、どうぞどうぞパクパクしてください。2つありますお稲荷さん。で今8000万でしょ、全然足りねえじゃん。いやーやばいよとかも、独占になってないところもどんどん遠慮なく売ってった方がいいのかもしれない。うわここに来てこういういう、なんかもうちょっとメルカリも、はい、5000万売って、ようやく1億ですか、はいはい、熊谷もどんどんありますよ、もう、あれ、うわ、でもちょっと待って、1億5000万の 10%、 いや、いいです、八王子、はい、もう八王子は後で買いますよ、また買い戻してあげますよ、50%、もう売りましょう、箱根もな、またどうせいつか買え、俺の、高岡さん、僕の大好きな高岡さん、現場の高岡さん、お帰りなさいませ。2500万、あ茶屋街、こぼれる。おちちこぼれる。つるが、つるがもうね、あれですよ。誰かさんがさ、デストロイしたせいでさ、もう本当に大変なことになってんだから。めちゃくちゃ売ってるつもりでも、全然あれなんだね。まだ半分にも満たしてない。ちょっと待ってね、皆さん時間をいただいてしまってて恐縮なんですが、ここはね、まとめて売るとね、勝手に独占をね、解除される可能性がある。独占はこれ優先的に解除しないみたいな、そういうオチないのかな、大丈夫なのかな、21、ようやく半分か。もういや、全然、もう独占できてないところはどんどん売りましょうよ。はい。もう収益うんでも、ちょっと、さすがに 100%はちょっとあれだね、もったいないから。ようやくあと15億。なんかもうこの音楽がすげえ切なくて悲しくて、辛いよーってか、マジでこれ、辛いな。被害が出たっていうだけでさ、やるのかな、飯塚さん。飯塚さんってなんかあれだよね、東京03の名字じゃなかったっけ、ちょ。で、一応、でもこれだったらこっち行った方がいいか。2億の3パー。いや、いい。で、29億ですね。太宰府天満宮も、うわー、めちゃくちゃ痛いわん。で、ちょっと待ってね。で、30、あと残り10億ですね。残り10億で、これ、売り切れるか無理か。うわー、これ、こうなったらもうあれだね。もう、こうなったらもうどんどん独占になってないところは売っていきましょう。石垣島、俺買ってたっけ ?33 億。まだあと7億。これって売れるんだっけ、あ、ここは売れるんだ。あ、オッケー。あ、こっちも売れるんだね。よし。いいでしょう。こっちもどんどん売っていきましょう。5000万、5億。またひたちなか売ることになるとは。ちょっと待って、ひたちなか売らないで済む方法はないか、無理か。箱根温泉旅館。なるほどね。で、あと5億。でもあと1000万か。高岡さん、ごめんね、高岡さんなんかも手放したりして、僕が不甲斐ないばっかりに。ちょっと待って、これで一旦売って、あとなんぼ、あと、4320万ですね。4320万は、2億5000万の、わー、あと4300万。水産は売れるんだっけ、水産も売っていいんだったら水産も売りましょうって思ったけど、水産めちゃめちゃ、あれだな、商業施設は、1500万の渋谷ショップいらないですね、別に。これ売るだけでいいじゃん。常滑をベロベロしましょう。1500万大きいですね。はい、OK! なんで今売らなかったんだ。5000万の物件を手放すって、大盤振る舞いなことを私はしてるんですよ。ようやくだー。すげえ時間かかったわー。すげえ悲しい音楽が全員に流れ続けたね。さあ、これでゴールを目指してやっていくしかないですね。うわー、またこれ、この、うわー、しかもここでロイヤル EX を手に入れやがった。マジでもう、これ2とか出すんで、1か。よかったね。めちゃめちゃよかったじゃん。一気に10億まで借金が減ってよかったね。ボンビーボンビー物件。俺がもう心が貧乏になってきたわ、もう。わあ、なんかこう、ちょっとさ、マジか。手持ちもカスだしさ。イエーイ、ゴールたどり着いた、俺の勝ち、天を見放さなかった和踊り。それは全然違うって。あれ、ここ何だったっけ、ねぶた祭りだっけ。よっしゃよっしゃ、お祭り気分で。はぁ、いいよ、決めたことも17億。でもなぁ、40億を失った俺としては、たかだか17億が手に入ったところで、全くもって回収できないんだよ。さあ、1500億を目指しましょうとか言ってたのにさ、結局また減らされてんだもんな。辛いところは、ちっちぶ、だっちゅう。うん。
これが分かる人もやっぱクレヨンしんちゃん2っていうところですよね。はい、ところで一線一線という白い美術館、何だったっけ白い美術館って忘れちゃったな。もういいや、もうなんかもう気持ち何でもいいや。でもこいつロイヤル EX 持ってやがんだよな。ほんと汚ねえやつだ、ほんとに。ほんと、身なりも汚ねえしさ。で、あれなんでロイヤル EX 使わなかったんだ、今行けばよかったのに。これ以上カード持ちきれませんぞ。おならカード、プップ、おならプッ。ハラシブー。鼻毛ビョーン。1出して宝くじいけないんだよねー。いや、宝くじをここで出すことができないっていうのはこいつが運の尽きなんですよね。ということで、38マス、38マスだったら、今買い占められるところどっかないかな。やっぱ星飛びってこう考えたらなかなかでかかったのかもしれないな。ということで、一桁台のところはあるかな。一桁台のところはないけれども、まあ、18マス進めるんだったら、伊豆高原行きましょう。伊豆伊豆、避暑地、あっちっちのち、今から冷え冷え、ピピピ、冷えピピピ。ここって避暑地なの？一生続いてほしいからで、確かにそれは思う。ということで、買い占めましょう。シャボテン公園。シャボテン？シャボン玉なのかサボテンなのかよくわかんないことになってるけど、いろんな工場があるの。はい、オッケー。今買い占めたばっかりでございますぞ。せっかく、現金が21億手元に入ったところで、そこで残り4億になってると、買い占めまくって、ウーノマさん、コシヒカリ、どうぞプレゼントでございます。でもまあ、借金生活なら、お？来週の様子が。またこいつ、俺の手持ちから 1割か2割からどんどん、ほらー。もうこいつの借金を減らすために俺のなんかもう持ち金がどんどん減らされていくっていうだけじゃん。マジで何様なんこいつ。雷神が雷神を操ってんじゃねえよ。友達だったのか、なんだ、ただの飲み仲間かよ。ってことはリニア使っていきましょう。8マス8マヒヒ33マス。秩父はどこだ、秩父もうちょっと、あれ秩父だっちゅうのどこ、あれ秩父だっちゅうの、あれ秩父だっちゅうのどこ、あなた秩父止まれますね。ナイスですね。セメント工場とかあるんだ。温泉ワクワク大作戦。父ちゃんの父、最後、親父ギャグだし。まあ、あんな綺麗な姉ちゃん二人が目の前で温泉に入ろうとする姿を見たら誰でも発情してしまいますわな。あ、広瀬さんの35歳、気持ちわかります。35歳なんかまだまだ性欲、すごいからね、本当に。よし、じゃあ行きましょう。まあ、僕32歳だけどさ、やっぱ性欲まだまだあるもんね。頑張りたいところですよね。うん。誰得の情報だって。ちなみに、この実況を見てる中で、あれですかね、性欲ある方どのくらいいますかね、何歳性欲何パーセントですみたいなことをぜひね、情報を通していただけたら、はい、女性の皆さんにとってはもう本当にもう、くそくだらない、本当やめろよ、ブルーホースって話かもしれないですけど、安心してください。私の実況動画を見ている方は7割男、3割女性ですから、男性の方がね、やっぱり大きいんですよ。まあ、ただとはいえね、やっぱり残りの3割の女性の方々を、こちらの方に巻き込んでいかないとなかなかね、動画がね、増えないということもありますんで、ぜひですね、女性の方々にも、下ネタが大好きだけ、下ネタが大好きって言い方なんですね。こういうこと言ってるから誰、失礼しました。はい。まあ、32歳のおじさんが一人でベラベラ喋るの、頑張るのがすごい好きっていう、なんかおじさんの輝きってすごく素敵だよねっていう方はですね、ぜひね、動画を見ていただけたらなというふうに思います。あ、おめでとう、宝くじ。はい。5等でも当てたらよかったですね。はい。なんと14億一気にプラス。じゃあ、お前あれやん。もういらんやん。もう俺からの1割。もう毎回1割取っていきやがって。なんだよ、たかだか1から6出して12億でも払っとけよ。ということで、物件飛びます。さあ、どこに行こうか。この8カ所です。飛びます。11マスの彦根まで行きましょうか。はい、OK ですね。ナイスですね。そろそろカード、ナイスですね。カードとか止まりたいですね。じゃあ、まとめて買いましょう。ルンルルン。仏壇、彦根、ヒコニャンの仏壇とかなのかな、仏壇ヒコニャンとかな。ちゃ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 。55件の独占をした、なんちゅうのかんちゃらちゃーとかって、わぁ、俺の方、なんか左の方で、わぁ、こいつら醜い争いし始めそうですね。てか、ロイヤル EX 使ったらよかったのに、なんで残り14マスだったら普通にね、あと雷鳴の術、また1割取っていくのかよ、本当にもう、本当金が好きだ。こいつ本当あれだよね、現金大好きまみれだよね、赤まみれだよね。本当、あ、キノコがある。あ、カードです。うわ、いいな、カード。うわ、しかも、うわ、剛速球、やばい。うわ、エンジェルで2億そっと。そっとエンジェル。あ、なんだ、いい直輔。おー、いい直輔さんじゃないですか。直輔の助の漢字が難しすぎて、それで助って読むせいで、日米修好通商条約、はい。日米修好通商条約ってのは、あれですよ。もうなんか、早口言葉みたいな感じになってますからね。いい直輔なしーん。え、大丈夫、今の、あ、お、やった、カードの使用禁止、サイコロだけで進め、最高。大好き。いい直輔、大好き。さっきの何、いい直輔、もうすいそのギャグたまらん、面白いでございます。逆にあれかな、怒られるかな、油取り紙。
アグラトリガンみたいな有名なゲーム開発、あ、ゲーム開発会社はあれですね、任天堂で、女性下着会社ワコールですね。はい、京都鉄道博物館は、梅小路公園にあるところですね。はい。梅小路だったっけ？梅小路だな。うん。ということで、1しか進めません。なんでこう、なんでアイテム買ってきて、あ、僕的進行カード。あ、よかった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 。しかもカード使えないか。ドッ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 久々になすりつけられてよかったね。でもどうせまたなすりつけ返されるんだからさ、もうまあ今のうちにあれだね。さあそろそろボンビラスの世界。お、え、エンジェルが変な動きをしています。もしだけ、え、うわー、ミカエルになりやがった。これなんか数十億、げー、これが5ターンとか続いてみよう。一気に100億とかじゃん。うわマジか。あ、2年に1度の転売よくやった、ありがとうございます。え、これでこれでまたあの絶好調でさ、あれ俺また1割奪われていくとか。はんはんはん、ババンババンバン、うわ、いつもの奈良町散歩道、近畿鉄道、ありがとうございます。私どんどん独占企業が増えていきます。独占企業じゃねえな、独占都市か。まあでも79億も持ってないから残念ながら奈良を独占しきることはできなかったんですね。まあとりあえずあの鹿を連れてあのパシ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 歩いてくわ。道すがら歩く、4番連続1番乗り、やった、34億44億。よきひさん、お前は貧乏です。あ、違う、間違えた。貧乏金がつくです。お、小倉、違う、小倉。はい。小倉はね、もともとあの、スペースワールドとかなんかそんなのがあったと思うんでね、スペースワールドもね、イグニッションとかっていうのは、ね、一気に120キロでブーンってぶっ飛んでいくね、あの、ジェットコースターとかかかってもすごく楽しかったんだけどね、やっぱりね、なかなか収穫が難しかったらしくてね、収益が貧乏になっちまったから、潰れてしまったっていう、そういう悲しい過去があったりとかもするんですよね。ということで、3も進んで、ズンズン、陽気ひどまって、バンババン。はい、なすりつき合いの、はい、こすりこすり、はい、みこすりハンデ、やったね、やば、まあ。お前さ、毎月16億も入ってくんのにさ、俺から奪う意味ある？そしてさ、なんで省エネが終わってんのにそんなにしょぼいの？もう、しぶり、頑張って買えよ、貧乏人がよ、ほんとにもう。あ、いいな、16億毎月入ってくるって。最近トピックなくない？あれ？なんでトピックスないの？もうトピックスもっとやったらいいのに。俺、泣いてウレションするぜ。泣きながらウレションするぜ。じじじすすぎめちゃめちゃ遠くなるって。なんでそんな、ね、自分からこう、過酷な戦いを挑もうとしてるんですよ。今、あれですよ、移動手段があんまりないんだから。新幹線周囲くらいしたらぐる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 回ることができないからね。さあ、ラストターンかな？オッケーでーす。いやー、ちょっとね、自分の借金をいろいろ返すのに、多くのターンを費やしてしまって、大変失礼いたしました。とは言いながらも、まあ、頑張ってね、やってますんで。はい。雨にも負けず、風にも負けず、宮崎健太郎でございます。誰だ？誰だ、宮崎健太郎って。あ、何だったっけ？宮崎タウンじゃなくて、宮田健二？違うの？誰だっけ？あれ？名前何だったっけ？何とか健二だったの？忘れちゃった。銀河鉄道39の作者。それは漫画の方だ。10ってことは、まあまあ、でも誰も近くにいないからね、ちょっと何も起こさないまま終わるのはすごく尺なんですけれども、あれ、小倉ってそんな近かったっけか。あ、そうか、じゃあ、油田油田と、ウイロ、明治維新と、ちょっと待ってね、宇部。ちょ、めちゃめちゃ行くやん。わー、どっちの方がいいかな。3、あ、でも20、ほいほい。もう一回戻る。宮島からスタートか。ごめんごめん。油田温泉に行きましょう。油田ラドン、オッケーケイ。トゥ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 チン。まとめがいい。パッパパッパ。オッケー、じゃあ、23年目。やっぱマイケル・ジョーダンはいろいろと波を起こしてくれますね。はい。大変な借金を背負って、いろんな物件を手放したことになったんですけれども、まあ、とりあえず、気は、前期と比べると、プラスになってるんじゃなかろうかと頑張って信じているんですが、そうですね、そうですね、はい。陽気比すげえな。また、横ばいっていうところが面白いですね。はい、ということで、最終順位は、1364億、ちょっと持ち直したかな。100億くらい持ち直したかなっていうところですね。なんか、結局、そうして、なんかめちゃめちゃ皆さん増えてますね。陽気比は減ってるけど、それでも、ね、一時マイナスになってた方々からすると、マシなるんじゃないかろうかってことで。まだ前々期かな、前世かな、よりは微妙っていうところなんだけど、はい、ということで、23年目終了でございます。ということで、ね、24 years、 次回お楽しみください。ではまたチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみお待ちください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。